オバーレンダーは、アメリカ海軍の護衛駆逐艦、ジョン・シーバトラー級。艦名は、第3次ソロモン海戦後に以第26潜水艦の来撃で撃沈された、軽巡洋艦ジュノーに登場し戦死した、機関担当士官であるトーマス・オーリン・オバーレンダー、ジュニア少佐にちなんで命名された。オバーレンダーは、テキサス州オレンジのコンソリデーテッドスチール社で1943年11月8日、 気九1944年1月18日に、オバーレンダー少佐の未亡人であるオバーレンダー、夫人により命名、浸水。同年5月11日に、サミュエル・スペンサー艦長の指揮下収益した。1944年5月28日、オバーレンダーは、バミューダ諸島へ向かう。そこで七月初めまで、完熟訓練を行った後、ノーホーク、アルバを経て、 8月1日にパナマ運河を通過した。オバーレンダーは、真珠湾とエニウェトク干渉館での戦団護衛任務に、月9月30日までに、マーシャル諸島への二度の航海を行った。アドミラルティ諸島のマヌス島に立ち寄った後、オバーレンダーは、フィリピン侵攻に向かう護衛空母群を護衛した。11月10日、オバーレンダーは、マヌス島税アドラーワンで急兵館マウント、 フットの爆発に巻き込まれて損傷し、11月中、マヌス島に止まった。復帰後、オバーレンダーは、オランダ領東、インドやフィリピン方面で、護衛や、紹介任務に従事した。その後、活動場所は、日本本土に近づいていった。5月9日、オバーレンダーは、沖縄海域で行動中、台湾方面からやってきた、特攻機の突入を受けて大破し、 上院24名が戦死した。この日はイングランドにも特攻機が命中した。オバーレンダーは前進根拠地であるケラマ諸島に栄光されたが、修理不能であり、1945年7月11日に退役し、7月25日に除籍された。その後、戦隊は1945年11月6日に砲撃で沈められた。オバーレンダーは、 第二次世界大戦の先行で3個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。